土曜の夜はポンドだよ。トイレ来て。はい、ちょっと足柄に着いたんでトイレ行ってご飯食べてこようと思います。無事滋賀まで運ばんとね、頑張ろう。よいしょよいしょ、はい、よいしょ、走って走って。はい、それでは無事滋賀に行こうと思います。ね、はい、感想としてはすっごい乗りやすいです。で、最初バックしてあの外から出たんだけど、バックもハンドルがすごい軽いから切れやすくってめちゃくちゃ乗りやすい。まあその前に重量積んでる状態でバックしたら、バックいうかそのハンドル切ったら UD のクオンのアクティブステアリングみたいに同じように軽いのかはちょっとわかんないんだけど、いい感じのハンドルの重さですっごい運転しやすい。はい。で、確かに大きいんだけど、ミラーも慣れたら全然見やすいし、運転は非常にしやすいかなと、今のところ思ってます。で、まあやっぱ居住空間がでかいから、何するにもすっごいね、やりやすい。です。あと今気づいたんだけど、肘置きがなんとこっち側にもあります。こっちとこっち、これすごいね面白い。こうやって長距離走るときはいいですよね。ダーンって持ってダーンって持って安定して走れます。いいよー、ボールもいいよー。日本車もね、ここの空間が空いたらね、いいなって思う。はい、以上です、現場からは。はい、再び渋滞でござんす。渋滞2キロって書いてたかな。ようかかるわ。むちゃくちゃオートマが滑らかだね。すっごいなんかギアチェンジが全然感じない。なんか、10年前のクオンで慣れてたから、体が。こんな滑らかなんだって思うな。すっげえな。この今の UD のクオンも滑らかだけど。滑らかだね。全然いいんだよ。これは。ここね、ここの会社は青木充商事さんっていうところのトラックなんだけど、結構最近ボルボ入れてるのか、なんか見たら何台か吉野さんが作ったボルボがいました。はい、
白と青と、で、これが最新かな？すごいね。いいなぁ、こんなん乗って仕事したら。気合入るね。いやぁ、すごい。めっちゃ肩凝った。新名神入るまではずっと硬直状態です。今ずっと直進だから、やっと少しリラックスした感じ。すげえ。ここにあった肘置きは若干、普通に走るときは邪魔かもね。キッてやってるかな。私の座席が前先なのかな、わからん。よく渋滞はまるわ。せっかく5分ぐらい早くなったのに、あー、また5分ぐらい追加されちゃったよ。よし、抜けた。今日は事故バカじゃんね。たまにさ。一番左の車線、車線ください。事故がありました。私は静岡には来ません。名古屋でございます。わー、まぶちいな。いじみがまぶしいにゃー。めっちゃまぶしいにゃー。ぎょえー。走りに来いよ、めんしん。来いよ、車。どういう車？何に使うんでしょう？なんかイベントで、あっこ、何だっけ？送り向きに行くんですよ。おぉ。あ、そうそうそうなんです。帰り新幹線ですか？あ、そうです。よく知ってますね。受けて。はい、ありがとうございます。はい。高速降りてホッとしたわ。あ、疲れた。こっから
うまいよ、この道幅。あー、めっちゃ暗くなってきちゃった。もうちょっとで着くだっちょ。もうちょっとで着くだっちょ。まだ20キロもあんの？そんな山奥なの？Thank you.